かね、やっぱね、たけるくんの話題が最近多いですよね。久々にね。これは、まあ、あれですと、千鳥のノブと佐藤健のタッグを組む、佐藤健と千鳥のノブ、この謎解いてみろ。第4弾、8月8日。昨日のタケテレでもね、ちょっと宣伝してましたけどね。チラッとだけ見たんですよ。後でゆっくり 見ようかなと思ってて、ところどころ見た感じだったんで、じっくりはまだ見てないんですよね。SNS での声が上がってるのかな。SNS 待ってました。放送日楽しみにしてます。と、期待の声が触れた。2022年1月に第3弾が放送されており、ファンはシリーズ化され、回を重ねていることを喜ぶとともに、そろそろ第4弾があるのではと発表を待った人たちもいたようだと。まあ、前回は8月だったっていうのと、あとせいやとかがね、ツイッターかなんかに、それっぽいことを載せ始めてたんで、ちょっと布石としてあったってことですよね。あと、たけるくんがシュガーでね、なんか発表があるよっていうようなことをちらっと言ってたりとか、まあそういうのがあったんで、まあもうそろそろだろうなと思ってたんですけど、今回のテーマは謎解き学園。真夏の実力テスト。で、制服なんですよね。みんなね。で、レアな制服姿を見られるにあたって、制服姿をも見れるなんて幸せ。制服姿も今から楽しみ。ファンにはたまらない。制服最高などビジュアル面での楽しみにしている人も多い。今回のゲストは6人。せいやと西野七瀬はレギュラー化していると。第2弾からの連続。そして、錦鯉長谷川。NMB48 渋谷渚。平成ジャンプから有岡。ですね。で、なーちゃん楽しみ。大ちゃん出るの楽しみ。なぎちゃんで出てるの見れるの嬉しいななど、ゲストに対しても期待の声が寄せられている。また謎解き学園の教師としてはチョコプラの松尾、ハリセンボンの春菜なども出演している。佐藤健は今回は個人戦で戦うようなシステムとコメントしている。個人戦も面白そうじゃないですか。これはそれは新しい試みですよね。昨日のまあちょっと僕あんまりタケテレね、ところどころ見たんですよ。ところどころ見てて結構昨日疲れてたんで、それでうちの奥さんも昨日帰り遅かったんでね、あの時間ぐらいにご飯をね、僕は作り始めてたんで、奥さん自宅のご飯を作り始めてたんで、ちょっとところどころしか見えなかったところがあったんですけど、まあ、それでもね、それでも面白かったんですよね。視聴者の方からも LINE いただいてて、たけるくんのコウボくんのエクササイズやってみました、きついけどたまにたけるくんの声が入るので楽しくできます、コロナ禍であまり外出できないので家でフィットネスですって。で、コウボ先生ですね、僕それ見てたんですけど、あれね、もうなんかね、僕ね妙にツボったんですよね。なんか面白いなって、あれなんだろうな、あれあのキャラクターをね作ってたんでしょ。確かにたけるくんが前言ってた、そのなんかエクササイズをやることによって自分が俳優として大事な何かを失うかもしれないみたいな話をね言ってたじゃないですか。あれをたけるくんがやってたと思うと、まあ、確かに俳優佐藤健としては何かを失うだろうなと思ったし、僕はツボってしまったんですよね。まあコメントにもいろいろ書かれてたけど、なんかじわじわくるみたいな感じがじわじわくるんですけど、あれなんですかね、たけるくんのセンスなんですかね。たけるくんの笑いのセンスって僕好きなんですよね。なんか大爆笑というよりじわじわくるんですよね。で、コウボ先生をねの動きみたいなエクササイズに対してで、こう解説みたいな副音声みたいに喋ってるたけるくんめちゃくちゃ面白くて、お腹にめり込む、腹にほらめり込んでめり込んでみたいな、こう寝転んでなんか足をこう上げる、コウボ先生が上げてるところがお腹に入っちゃうんですよね、足がね。ああいうひそかなちっちゃい笑いがめちゃくちゃ僕はツボってしまって面白くて、あんまりこうネット見てて笑うことないんですけど、結構ね笑ってしまったんですよね。めり込んだ、ほらめり込んだってのがめちゃくちゃ面白くて、あとここでパフュームっていうね、あのパフューム、なぜかパフュームの動きみたいなのも入るじゃないですか。これをたけるくんがやったらね、やっぱ何か失ってたなと思って面白かったですね。で、たけるくんよく無害ですから、コウボ先生はっていうね、無害、まあ無害だろうなと思ってるんですけど、確かに無害なキャラだなと思って、だから何やっても許されるって言うんですけど、まあだからあのキャラにして僕は良かったと思いますよ。面白いし可愛げがあってね、コメントの中でタケルくんじゃないの、タケルくんがやってって言っても絶対タケルくんはやらない方がいいと思います。あれはね面白すぎますから、あれはすごく良かったです。まあ後でまたじっくり見ます。
あと僕買いました、これハーゲンダッツのタヒティバニア。なんかあれなんですかね、ハーゲンダッツの生配信が8月10日にあるハーゲンダッツの日にあるってのはタケルくんが出るんですかね。それだったら本当にタケル祭りだなと思ってるんですけど、だって絶対ね謎解きの時もありますもんね、あの秘書側がね。タヒティバニア行ってみますよ、なっちゃったな、行ってみます。あーバニラですね、でもね、うん、なんつったらいいのかな、すっきりしたバニラ。なんかハーゲンダッツのバニラってあと香り高い感じがあるんですけど、これは案外あっさりしてますね、食べやすいバニラですね、うん、ちょっと程よく取れちゃってるから、程よく溶けちゃってるからガブガブいっちゃうんで、ちょっとここら辺でやめときます。あ、なるほど、優雅に香るって書いてありますね。いやダメだ、うますぎて、もう最後の一口いきます。そうですね、上品な味のバニラって感じがしますね。他のやつも美味しいです、他のやつもめちゃくちゃうまいんだけど、これはちょっとね上品な感じのバニラですね。まあそんな感じです。